小室孝恵さん、奥多摩で子育てをしてまいりました。奥多摩で生活をしています。皆様と同じ生活者です。ぜひ皆様方のお力添えを、奥多摩在住の小室孝恵さんにお力添えをお願いを申し上げます。小室孝恵さんより制作の一端、また活動のご報告をさせていただきたく、引き続きの皆様のご協力お願いを申し上げます。の小室孝恵、鷹取町に住んでおります、小室孝恵です。子育て支援、これは赤ちゃんが生まれた時から、いいえ、赤ちゃんがお腹にいる時から始まり、乳児期、幼児期、そして小学生と、その切れ目ない支援が必要です。これまで私は赤ちゃんから乳児さんまでの支援として NPO 活動、子育て支援活動をしてまいりましたが、今ここで小一の壁と呼ばれる学童保育の課題についてもお伝えしてまいりたいと思います。少子高齢化どんどん進んでいますが、しかしこの奥多摩におきましては、浦郷小学校近くに大きなマンションができて、合計1000世帯以上若い方が住んでいらっしゃいます。アイランド奥多摩にも多くのお子さん連れのお母さんがいらっしゃいます。今おそらく0歳、1歳、2歳、そのくらいのお子さんが多いのかな。しかしこれから奥多摩、横須賀、例えば保育園を増やすような計画、また学童保育が増えるような話、これがまだまだ具体的にはありません。横須賀市のプランの中には学童保育を増やす、今50数箇所ある中を70箇所以上にするというプランがありますけれども、学童保育は今横須賀市隣接民営です。お母さん方が、お父さん方がお仕事をされる、フルタイムでお仕事をされているからこそ学童保育が必要。しかしその普段お忙しいお父様方、お母様方が運営をしている学童保育がなんと多いことか。そしてまた市から補助金は出ているものの、日本一の高額、高い保育料、利用料、それが横須賀の学童クラブ、現実です。その金額はおよそ2万円、1ヶ月2万円の学童保育の利用料。しかし例えば鎌倉市などでは公設公営で1ヶ月5000円、1ヶ月5000円の保育料と1ヶ月2万円の保育料、これではやはり横須賀市を離れていく子育て中の方々がいるのもわかる気がします。私、小室孝恵と神奈川ネットワーク運動は、子育て支援策の中の一つとして、横須賀市の学童保育、これを公設、そして今民間でやっているその良さを残すために、公設で民間への委託、そのような形で進めてまいりたい、ご提案していきたいと考えています。学童保育は、子どもの放課後の育ちを保障する、もう一つのお家、もう一つの家庭といってもいいところです。お子さんを預かる、これは荷物を預かるのとは全く違う。子どもの暮らしを保障する、それはひいては子どもの育ちを保障するところです。子育て支援の大切な一つ、学童保育についてもまた私、小室孝恵、ご提案をしてまいりたいと考えております。神奈川ネットワーク運動は参加型政治、市民政治を行ってきました。ここ横須賀で25年間、これまで4人の女性議員を出してまいりました。神奈川ネットワーク運動は女性議員にこだわります。議会は私たちの税金の使い道を決める場所、
税金を使ってどのように町を作っていくか、それを決める場所が議会です。私たちの暮らし、男性と女性がおよそ半分ずつだったら、その暮らしの仕組みを作る議会、政治の場もやはり男性と女性が半分ずつであれば、バランスの良い制度ができるのではないでしょうか。私たちは暮らしの課題を市民の目線、生活者の目線、女性の目線で変えていきたい。神奈川ネットワーク運動、私、唐取町在住、小室孝恵、子育て支援を中心に、今、市民の皆さんと新しい横須賀の街づくりにチャレンジします。どうぞ、おこまの皆さん、高取町を含むおこまの皆さん、私の住んでいるこのおこまの皆さん、私、小室孝恵、そのおこまから横須賀を変えていきたい。どうぞ地域の皆さん、これまでも小室孝恵お世話になってまいりましたが、また今ここで私と一緒に街づくりしていただけないでしょうか。神奈川ネットワーク運動、高取町在住、小室孝恵、皆様の声を議会に届けてまいります。新人です。どうぞ皆様のお支えで、お力で、私、小室孝恵を市議会にお送りください。横須賀市の市議会、41名中女性議員がたった6人、今回の市議選の立候補者も女性の立候補者は7人です。全員が当選しても41分の7、なかなか状況は変わらないかもしれない。でも女性議員にこだわっていきましょう。暮らしの中の細かな課題でも大切な課題、きめ細かく対応していきましょう。それが暮らしを守る、暮らしを支えるまちづくり。まちづくりという言葉にはかつて、例えば道路を整備する、建物を作る、それがまちづくりだという、そんな時代もありました。でもこれからは私たちの暮らしをどのように支える仕組みが必要なのか、それを作っていくまちづくり、大切ではないでしょうか。神奈川ネットワーク運動の私、小室孝恵、高取町在住、小室孝恵、そんなまちづくりを進めます。どうぞ皆様、私、小室孝恵に温かいご支援、また大切な一票を託していただけますように、よろしくお願い申し上げます。長い時間、おこま駅前でお話をさせていただきました。お騒がせをいたしました。ご近隣の商店の皆様、大変ご協力に感謝いたします。ありがとうございました。これにて、おこま駅前での街頭演説終わらせていただきます。ありがとうございました。神奈川ネットワーク運動の小室孝恵と申します。横須賀市の高取町在住です。今まで15年間 NPO 法人ワーカーズコレクティブキッズポケットという、市民活動をしてきました。子育て支援の団体です。立ち上げ時から関わって、6年ぐらいは、ついこの間の、3月31日までは代表を務めていました。で、横須賀で子育て支援で、ね、自分もまあ子育てをしてきたわけだけれども、やっぱり首都圏のベッドダウン的なところもあって、子育て支援がその身近にある人ばっかりじゃないっていうところから、自分たちの子育て中にこんな支援があったらいいなっていうお母さんたちが集まって、まあ、作ったわけなんですけれども、15年経って何が変わったかっていうと、ここ数年の話なんですけれども、利用件数は横ばいなのに利用時間がガクッと落ちてるんですね。件数が横ばいっていうことは、利用のニーズの度合いは変わってないんだけれども、時間が落ちてるっていうことは、すごいやっぱりお財布の紐が固くなっていて、ギリギリのところでお母さん方がその民間の支援を使っているっていうことを感じています。で、もしかすると今若い世代で非正規雇用の方とかもいて、キッズポケットの利用って本当に自主事業で、何の補助金、公の補助金もないので、1時間あたりお子さんお預かりすると
利用料が980円プラス派遣費650円で1500円以上かかってしまうんですね。1時間だけ預ける方っていないので、それなりの金額、時間計算して金額になっていく。それを考えるとお財布の紐が固くてもまだ使える人はいいんだけれども、そういった支援を必要としてても使えない人って絶対いるって感じているんですね。で、横須賀って実は虐待も多くって、きっとほっぽりっぱなしになってるネグレクトのご家庭とかも多分多い、それを感じていて。で、横須賀市 の、 あの委託の事業で、あのごめんね、なくなっちゃって育児支援家庭訪問という事業も受けていて、いわゆる虐待予防のための育児支援にヘルパーが入るっていう事業なんですけれども、そんなの実態なんか見てても氷山の一角かなっていう気もして、もっとその行政の介入 になる前の時点で予防ができたらどんなにいいかなっていうのはあって、行政の介入が入るっていうことはある意味もレッテル貼られちゃうっていうことなんですよね。そうするとやっぱり本人、子育てをしている本人がどういう気持ちになっていくのかなっていうところなんかを考えると、予防策って本当に大事で、ただ世の中そういうことに気がついてない方がなかなか多いですよね。まあ、みんなが気がつかなくてもいいんですけど、思いもしくなっちゃうし、でも自然にそういう仕組みができたなら、気がつかない人が多い中で助かる人がたくさんいる、そこを私は目指していきたいですね。ただ、なんていうのかな、就業支援のための認可園を増やすみたいなところはすごいニーズとして顕在化しているから、税金を払う納税者もみんなが納得する。でもそうじゃない部分の、例えばその虐待予防みたいな話っていうのは、虐待するお母さんがなってないみたいな風潮がまだまだあるから、そういった潜在ニーズ、虐待してるお母さんも自分を責めたりとかすることもすごく多いし、やっぱりそういう潜在ニーズをいかに世の中に納得させて税金でフォローしていくのかっていうところを、私はどう切り込んで戦っていくのかなっていうことは、もっともっと勉強して、なんとか頑張っていかなきゃいけないなっていうのは、それを思ってます。一言って言われたら長くなりましたけれどもすみません。はい、それが今の私の思いです。具体的にはやっぱりキッズポケットで行ってきた一時預かり保育と親子の広場、これを増やしていきたい。で、横須賀市も今子ども子育て支援新制度がスタートしたので、やろうとはしてるんだけれども、市内を5つのエリアに分けて、まあ、そのエリアごとにとりあえず1個ずつは作りましょうっていうのがスタートなんですけれども、広い横須賀市5つに分けていただいてもちょっとねーっていうのが正直なところなんですね。なので、まあ、できればね、自転車で移動できるぐらいの範囲のところに上手に配置して作っていくっていうこととか、あと市は今まで民間のそういう広場みたいなことをやっている市民事業とか市民の活動を把握していない、担当 の、 子ども育成部なんていうところがもう全然把握していないので、そういったネットワーク化、これからの 新システムというか、その新制度の中でも利用者支援という事業が新しく始まっているんですけれども、例えば横浜なんかは先んじて保育コンシェルジュなんていう名前で、その認可保育園 の、 ご紹介をするっていう事業はあるんだけれども、認可園だけご紹介されてもあんまりちょっと意味がないので、やっぱりそういった身近な子育て支援をやっている市民団体とか、そういったものまできちんとネットワーク化をして、身近にあるものが本当に知られていないっていうのはもったいないし、今ある社会資源を本当に上手にまずは使っていく、それでも足りなかったら増やしていく、または今のそういった市民事業なり活動を公がフォローしていくっていうところで、何もないところから作るんじゃ本当にお金もかかるし時間もかかるし待ってらんないので、そういったところはぜひご提案していきたいと思っています。はい、そうですね、何しろその子ども子育て支援新制度が今年スタートするにあたって
て、その準備段階としての子ども子育て会議なんかもその各自治体ごとに、ね、ありまして、私はもちろん横須賀のその会議をずっと傍聴してきたんですけれども、まあお通夜みたいなシーンとした会議で全く盛り上がらない、これはやばいと。それでそのタイミングとちょうど統一地方選のタイミングが重なったので、もう子ども子育て会議を傍聴してきたけれども、傍聴には何も発言ができないんですよね。だったら私は発言ができる立場になりたいと思いました。そういうことです。また明日も来れたら、はい、はい、ありがとうございます。